思ってなくて、だから現場に必ず、あのなんかトランシーバーかなんか持って行ってもらって、進捗状況聞いてほしいんだよ。だはい、はい、それ今聞きます。うん、これからね、あの思ってますはずですはやめましょう。確実に確認した事実だけを伝えないと絶対おかしいことになりますから、事実だけ言ってください。事実だけ。